クリストファー・ハーディは、1989年より日本に在住、活躍するアメリカ人が楽器奏者。アメリカ合衆国ミシガン大学音楽学部卒業。現在専属学園音楽大学で講師も務めている。アメリカ出身。1989年より日本を拠点に活躍。西洋打楽器の基礎をバックグラウンドに持ちつつ、中近東、北アフリカ。 西アフリカやラテンの代表的な楽器であるハンドドラムのスペシャリストとして高い評価を得ている。その活動はルネッサンス音楽からジャズ、R&B、ロック、ポップス、ヒップホップ、現代、ワールドミュージックなどと広く通用する語法を備え、独自の打の創造に満ちたアプローチを織り成している。これまで、スティング、吉井和也、I,UA、ハムザイルディン、 渡辺和美、山下洋介、本城秀太郎、林英哲、金特首、関瀬秀夫、加藤和彦、寺尾里本田美奈子、等々と多くのトップアーティストと共演し、ジャンルを超えて幅広く活動している。1989年から活動を続ける、新谷翔子とのユニット、クリス翔子パーカッションデュオは、世界に類いを見ない。 新時代のパーカッション音楽のクリエイターとして多くの支持を得ている。ビクターよりリリースされたソロ CDDVD タッチをリリース。月間ステレオ史発表により最優秀録音賞第1位となり同時にアメリカ発売。自身のプロデュースによるワールドミュージックグループトガとタトパニオヒキでの活動を始める。専属学園大学客員教授。 シルク・ドゥ・ソレイユ、Z のミュージシャンとしてステージに参加。CD ・ DVD 制作、演劇、朗読劇、フィルム音楽などにも積極的に取り組み、創作的なサウンドを展開している。ありがとうございます。